はい。皆さん、こんにちは。ワネルルビッシュです。では、今回は、ボンバークルー、続きやっていきたいと思います。で、もう危険なミッションしか出てこなくなってしまっているので、ちょっと今回はね、ミッションをプレイしていきたいと思います。で、航空機の方なんですけども、実は、普通のミッションで一回撃墜か、されてしまったんで、一旦戻ってしまったんですけども、なんとか鍛え直して、ここまで持ってきました。で、あとミサイルをね、一応装備できるようになったので、ミサイルを装備してます。まあ、その分、ちょっとシステム面でね、ダウングレードした部分もあるんですけども、ちょっと今回このミサイル初めて本当に使うので、僕も楽しみに使っていきたいと思います。じゃあ今回行っていくミッションなんですが、このラ・クポール建設現場、敵のエースが出てくるというね、このミッションをやっていきたいと思います。敵のミサイル打ち上げ基地を破壊せよ、みたいなね、ことだと思います。ミサイルは何？どうやって撃てばいいわけ？そっからしてわからないな。ちょっとそれ確認しておきたいので、リーンでちょっとのんびりめに航行させてもらいましょう。ミサイルは装着はされてるでいいのかな。ミサイルを撃ってくれればいいんだけどね、ちゃんと。ミサイルの撃ち方がわからないっていうね。あ、ミサイル発射がある。誰でも撃てるな、ミサイルは。ガンナーであれば。OK だ。では、進路を取っていきます。うわ、いきなり不具合が出てるよ。敵の基地破壊だけではなくて、敵のね、エースが出てくるって話なので、そのエースをうまく巻く戦いですよね。まあ、エースを撃墜できれば一番いいんですけど、まあ、難しいと思われるので、まあ、撃墜されないように頑張りましょうというところですかね。まあ、エースに向けてちょっとミサイルをじゃあ発射しましょう。さあ、フォーカスはいきなり使っていきます。敵の基地が確認した。お、敵のエースが現れたな。であれば、そのエースに向かってミサイルを発射だ。これがエースだった。全くエースでも何でもないやつに向けてしまった。では、ボムベイを開けて爆弾を投下していきましょう。どうする？エースとの戦い、粘る。うわ、もうダメだ。帰ろう。すぐに帰ろう。ちょっとボムベイを閉めて。ちょっと急いで逃げましょう。とりあえず対空を逃れたいので、上に上昇をかけます。ミサイル発射だ。何？ミサイルの発射ができない。くそ、こんなところで電気系統がやられた。ちょっとオペレーターを出してエンジンの修復をさせよう。くそ、こんなことになるとは。いや、めちゃくちゃ撃たれてるもんね、これ。死人が出なければいいな。いや、逃げ回ってないでっていうか、もう逃げるしかないよ、これ。こんな状況だからね。
敵のエースに向けてミサイル発射だ。ガハ、ミサイルはもう撃てない。いやー、なんとか逃げ切ったって感じだな。危なかったな。もうボコボコに撃たれましたからね。じゃあ高度を下げていきます。ちょっとね、せっかく敵のエースが出てきたんで、敵のエースを撃沈、いや撃墜するところを本来お見せしなきゃいけないはずなんですけどね、実況者としては。ここは逃げ帰ってきた、まあ、ちょっとそういう、まあ、僕らしいといえば僕らしいんですけど。いやでもね、放火の中よく帰ってこれたなって感じが逆にするだ。おお、二人、いや三人死んだか。いやー、きつかったな。三人死亡者が出たか。いや、ガンナーが死んだの痛いけどしょうがないね。残念ながら戦車を2人出してしまいましたね。ラジオオペレーターとガンナーが1人ずつ死亡です。まあ、死んだ人間は補充するしかないからね。リクルートしましょう。で、誰をリクルートするかだな。アーマーが強いやつがいいよね。やっぱ死ぬと痛いから。まあ、アーマー適性持ってるやついないので、ジョンストンさんにしましょう。一人は。で、ガンナーは、ガンナーは、こいつだな。ベル。アーマー6。耐性6あれば、お前に決まりだ。で、服を着てもらいましょう。まずガンナーのベルちゃんは、アーマードセット。まあ、最も攻撃にさらされやすいですからね。で、ラジオオペセットでいこうかな。はい。こんなとこですかね。で、航空機のアップデートは2090円じゃできなそうだな。できないな。エンジン昇格費1を入れよう。これが限界だ。ゴムボートで、電書バトも入れる。うわー、電書バトは無理だ。90円しか残ってないけど、それは無理だよな。で、他はエンジンは標準エンジンのマックス。ガンタレットもう全部ダメになってるな。自動装填が全部なくなってる。いやー、きつい戦いになりそうだね。はい。いやー、きつい戦いになりそうだ。一応ブリーフィングの画面覗きますか。あ、しょうもないのが2つある。しょうもないミッションでちょっとお金を貯めて、航空機のね、アップデートをして、また危険なミッションがやってきたら、実況をやっていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。